これをね、しばらくやりたいんだって。いや、やばくないこのゲーム今 VS すごい、今だからこそ今これやるんすごい今この感じの時に世の中がちょっと見出し読んでみて見出し世界中でもう面白さ大感染いや、面白くな今はすごいなウイルスでもただのボードゲームでしょ。まあまあ、まあね、カードゲーム、ボードゲームっていうカードゲームっていうカードゲームね、はい、逆になんか予防とかのさ意識上がりそうだよね。そうですね、これをやることに今だからこそこれをやって健康の意識を高めていくという、ああそういう系のゲームだね。ゲームということにしましょう。わかりました。でこれはですね、ルール簡単に説明しますね、はい、皆さんいや行動は、手札3枚ほう1枚取って1枚捨てる、そんだけです。捨てるっていうか1枚取って1枚なんかやるだけです。なるほど。勝ち条件、手札自分の目の前にこの4枚を揃えたら勝ち。この4枚というか健康な体を揃えたら勝ちでございます。なるほどね。やばくないこれ。骨の、まあ、骨の胃心臓この感じですね。この4枚臓器2つあるね。でもってこれを揃えるわけですけども、周りのやつが邪魔していくんですね、うん、例えばこいつ、まあ、この左上のマークを見ていただいたら分かるんですけど、これウイルスだ。これウイルスなんですよ。ほう、はい、あら、これは敵の心臓にこれウイルスねつけちゃった。そうするとこれ病気なんで健康じゃないじゃないですか、うん、これじゃ上がれないです、うん、でこれ2個いくとあの破壊されます。えしえっ、なるほどね。めっちゃ怖い。心臓ぶっ破、はい、でございます、はい、それがそれぞれその対応する色があるわけですね、うん、例えば緑だったらこのウイルスがいるし、うわっ、いやだそれ。これがもう肺かな。肺、肺炎ってことだな。これは肺、いいじゃない、いいでしょ、いいだろう。いや肺炎って言うなあとこれかな黄色は芝生じゃん。なんで脳のウイルスやばいわこれは。うわもう腫瘍だ、怖い。これもうちょい前に出す、まあ、ちゅうわけでございますよ、はい、なんでこのウイルスを、まあ、つけられないようにというか、まあ、このウイルスを取っ払って健康状態にしたらいいわけでございます、うん、ござんす。で、じゃあどうやって分け直すかっていうとですね、まあ、それぞれの色に対応したお薬カードがあるわけですね、はい、これがあったら、まあ、1枚これ取れると。1枚1枚っていうか、はい、2枚やったら死んじゃうんで1枚しかつかないんですけど、まあ、これをお薬カードで取ることができる、はい、そしてなんとお薬カードをあらかじめ摂取して、摂取というかあらかじめつけておくことができます。お、これはワクチン状態、ワクチンだ、ワクチン状態は飛んできてもこうワクチンがなくなるだけ。あ、ということで、まあ、1枚ストックできる。身代わりだ。なんと薬を2枚やるとあのもう終わり、免疫になります。へえ、そうするとこれはもう攻撃できなくなります。なるほど、最強状態ね。はい、軍的状態でございます。基本的ルールはこんな感じなんでございますよ、はい、1枚取って、まあ、自分の前に健康なカードや薬カード出す、もしくはウイルスカードを敵に送りつける、うん、なんていうやつをやるんですけども、まあ、ちょっとこの特殊カードがあるわけでございます。お医者さんや、ね、特殊魔法カードね、結構逆転の鍵ですね。この魔法、僕はさっき説明を聞いて、いやこの魔法カード系じゃんと思ったんですけど、まあそれくらい大事でございます。そう、まずこのんってなってるやつありますね、うん、これアクシデントカードっていうらしいんですけど、自分の手、自分の目の前にある体パーツ、うん、全部誰かが総督会入れてます。ええ、だからもし病気になってても、病気になってても、あと1個で上がる人と交換できるっていう。すごいやばくないこのカード。このカードさ、頭おかしくない？何それ、ゲームバランス光りすぎてない？え、ていうかしかもこれさ、全然打ってないんじゃないの？大丈夫これ、光飛びすぎて、光が飛んでない？ここある、これは OK？ ちょっと待ってね、暗くしますね。これは流行ったらやばくね。夢さん、あ、俺これね、めっちゃ苦手なの、わからなくなる。3だと芝から始まる、芝から始まる、リズムに合わせて都市に違いゲーゲーム始めんなよ。芝1、芝亮3、亮夢3、夢芝2、それやめられてくださいね。芝、まあ、これがアクシデントカードってやつでございます。都市夢4、夢そしてこちらでございますね。これは、亮さん、移植カードでございますね。移植カード、芝さん、これは自分の臓器の一つと他の人の臓器を交換することができますけれども、ね、まあ、免疫のあるやつは交換することができません。亮4、亮
トシ4、こちらトシトシトシ、これはやばいですよ、これ強奪です。シバ4、シバシバシバ、強奪は他の人の臓器を奪うことができる。シバ怖くないですか、夢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 、臓器奪うって、シバ4、シバシバシバマジですよ、ね、夢1で、これがですね、これもエグいですよ、4、4、4、これ手袋、これ手袋です、これハンデスです。トシトシトシ、自分以外の人全員ペッパーンしてます。シバ4、シバ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 、トシゼロ。あるんそんな。ね、ね、初めて聞いた。でこれはくしゃみでございます。くしゃみは自分の手元についてるワクチンを他の人にパンと吹き飛ばすんですけど、まあ、あの、ね、免疫ついてるところには飛ばせないです。ははは、手袋ってどうするの？ハンデスしてからみんな3枚いかせるんだっけ？ハンデスして手番終わり。え、うん、そしたらその人今後一生1枚だとかですか？いや、3枚引く、自分も。全員？全員3枚捨てて全員3枚引く。あれそうだったっけ、手札摩擦じゃん。自分以外の全てのプレイヤーは持っている手札を捨て新しい手札を引かなければならない。あ、自分は引き直しね、いいのかでございます。はい、というわけでじゃあ皆さん、3枚取って3枚捨てるで、自分の目の前に出してくださいね。じゃんしてください。最初はグージャンケンピン、最初はグージャンケンピン、最初はグージャンケンピン、いくでしょ、いくでしょ。俺は1枚取って1枚捨てる。先に1枚取っちゃう、うん、はいはいはい、なるほどね。目の前に出すか敵に攻撃するか、でも最初なんでもしかしたら捨てるかもしれないです。やる、マジやらなければ、まあ、じゃあはいはい、なるほど、胃を召喚したんだね。はい、なるほど。私のターン、脳召喚。おお、うん、1枚取りました。あ、すいません。ちょ、マージャンでもあるよね、昨日ね。パンって切ってさ、あ、取ってなかった。ずっとこうやってぼーっとして芝居だよって言った。ああ、ごめんごめん。ロン逃したからね。雑魚。俺のターン。心臓。おう。はいはいはい。私のターン。ドロー。はい。いいね。いい。いいでした。みんなめっちゃハイ好きになってた。誰かが言い出したからね、映っちゃったわ。ルール忘れた。ちゃんとウイルス、ちゃんとウイルスに感染したウイルスに感染した時の声出してくださいね。はい、はい。ドロー。魔法カードの曲忘れた。発動、ノーウイルス。あーノーガーってなります。そういうことです。なるほどね。あーあー、いや今芝居脳がいっちゃってるんで、そのままちなみに皆さん、虹、手元にある虹色のカードは何色でも使えるっていう意味です。ウノみたいな感じで、ええ、甘いぞ、ユイ召喚！えっ！おー、うん、はい、胃が召喚されました。なるほど。ドローフェイス！ドゥルルルルルルル。脳と胃しかない人間だ、今。脳召喚！おー、なんだって。私のターン。ドロー。骨を召喚。おー。私のターン。おー。ドロー。ノーウイルス！あー、ふざけんなよ。ジュクシジュクシ、あー脳死。普通本当の脳死状態になった。ターンエンド。うわー、1個死なるのでかいな。でかいよこれ。きついな。ドロー、心臓を召喚。ーターンエンド、俺のターン。ドロー、強奪。お、何、いや、取れるんだよね。これは強奪はマジ盗める。え、その臓器を引いて1個。そんなぁ、今の方にもらうわ。おいお腹がお前もう、いなし。私のターン。え、ちょっと、トシミツ上がっちゃうよ。上がっちゃうよ、本当に。骨出たら上がっちゃうよ、上がっちゃうよ、上がっちゃうよ、上がっちゃう、上がっちゃう、上がっちゃう。ちゃんと戦況見ろよ、お前。あぁ、よし、あー心臓をやりました。映ってないです。映ってない。トシミツ、心臓やっちゃった。いや、やっちゃいましたね。サウナ行ってると、ね、心臓をやりやすいっていう話聞いた。あ、そうなんだ。いや、実はあれ、寿命を縮めてるだけっていう話もあるし。いや、そんなことないけどね。いや、まあでも普通に負担もかかるだろうね。全身だろうけど。それはもう信じる心だよね。ドロー。俺たちサウナ好きなんだ。サウナ好きだ。はい。あ、くしくもサウナ好きチーム集まったんですか。うわ、心臓を召喚。サウナ好きじゃん。哲也以外って。タイム。俺のターン。ドロー。うん、うん、うん。ハウ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 、発動、白鉄器赤いウイルス。あーうぜー。
お前はおしまいだ。ほら、脳食らってちゃんと。いただきます。最初だけなんだろうな、これ。ドロー、ハッハッハッ、ワクチン、何しよう。私のターン。ワクチン1枚しか出せないもんね。うん、胃に薬を塗っておくぜ。おぉ、何なるほどな。なるほどね。ドロー。でも他人に妨害させて自分の守りを固めるやつが一番多分勝つもんな。そうだね。骨ウイルス発動。何、あぁ、いいね。いてぇ、いてぇよ。骨ウイルスなんだろうな。コスト少々になっちゃうじゃん。死ななそう、それじゃ。スカスカスカ。俺のターン、ドロー。私はワクチンをつけ、ターンエンド。俺のターン。これ結構終わんないよね、多分。うん、なんかもう とんでもなくテンポよく回さないよね。心臓は大丈夫だな、俺。心臓があるのかい。胃とか怖いな、やっぱ。心臓があるのかい。え、でもさ、4枚揃えておいてさ、ハックシャミに飛ばして終わりとかあるのかな。そう、あるんじゃない、そういうことか。飛ばす相手がいれば飛ぶかね。やば、あるわ。くしゃみ、強カードだわ。ワクチン、おー、塗っておく。私のターン、塗るね。ドロー。お、いいカードを引いたぜ。おお、ノー、ドロー。うわ、体カードでかっ。骨召喚。おお、無理ですか。あ、ドロー。昨日麻雀ってる時もね、この二人ね、自分の手番だってことに気づくのめっちゃ遅いんだよ。なんなんだろうね。イラッとするじゃん。かめんだよね、カメちゃんと虫くんは。でも脳にウイルスいんじゃない。いやー、でもちょっと考えさせてください。これなんかやることあんまないのかな。じゃあ私は心臓に免疫を発動。この心臓は最強だ。なるほどな、鉄の心臓だ。サウナに最強になったわけだ。ああ、これでサウナ兄弟。俺のターン、音霊効果力ゴーナツ。おお、なに、夢の骨をもらおう。しかないな、しかないな。やばい、やばい、強い。ターンエンド、次ターンに上がる。私のターン、ドロー。赤を飛ばせば、赤を飛ばせば。ワクチン来てたらやばいな。上がりだ。赤ワクチンがあったら終わり。皆さんの手札にウイルスがあればあれですけど、黄色か青じゃないと、それか赤でも壊しちゃうかね。発動、くしゃみ、うわ、ハクション、あかわいい、ハクション。なるほどね。これでりょうくんも次のターン上がりますかね。もし引ければね。まずいまずいまずい。ロンドンさ、くしゃみするとさ、知らん人でもさ、ブレスユーって言われるんだよ。え、なんか悪霊を取っ払うみたいな、悪霊が入らないようにって意味があるらしいんだけど。助けてくれるってこと。ブレスユーっていきなり言われて、言われたらありがとうってセンキューって言わないといけない。へぇ、すごい。急に言われるの、普通に。ブレスユー、ブレスユー、センキュー、センキュー。そんな文化あんの。行ってみよう。え、それ、お前今くしゃみしてよ、うざって意味じゃなくてってこと。違う違う違う、普通におまじない的な感じ。おまじない。へぇ、面白いよ。面白い。ドロー。ハクションダイマーとかすごいんじゃない。じゃあちょっと分かんないから、ブレスユーマン言われちゃうんだろうね。ハクションダイマー、骨ウイルス発動。俺かー。おーおー、シャク。やりやがった。上がり差しだよね。シャク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 。ネオネオ。シャク。ドロン。これは最後の一人になるまで続けるんですか。一人上がったら終わり。わかりません。わからない、はい。なるほどね。じゃあ、でも二人で戦いかけてたんで、多分そうなんでしょうね。最後の一人までいけますね。魔法カード発動、ゴーダッツ。お前の脳をもらう。なんか、しばりさんも次。やばい。なに。しかもあいつ一番なんかいいコンディションじゃねえかね。でこれでもうみんなの手が回らなくなってきて上がっちゃうんだ、誰か。やばいやばいやばい。え、そういうことか。いきます、ドロー。してくれ、骨、ノーウイルスだ。このカード、どんなカードだったっけ。ん、持ってるかもしれない、こいつ。こいつ、自分が分からないカード持ってるってことは。これは判別です。ん、絵の通りです。自分以外のみんながそうなります。なんだ、わかったか。あ、でもそして3人とも1回手番が飛びますね。え、まあ、飛んだとは思われない、思えない。取るだけ、取るだけ、取るだけ、デモカード進出するだけ。強い。だから聞いちまったぞ、ハンデスを持ってると。芝居が骨を持ってるかどうかを読むんだ。ここで使ってあいつが骨を持ってしまったら大ピンチ。持ってたらハンデスした方がいいかもしれない、もしくはウイルスをつけた方がいいかもしれない。聞いたら教えてくれるかもしれないぞ。骨が欲しい。骨持ってる？骨あるかな？ハンデス！何？
じゃあ全員、あ、トシミツ以外全員手札をもらいます。見せる？まあ見せましょうか。リオ君は、ウィルス。俺このなんかめっちゃ強いから。うわー、俺は絆創膏しか持ってない。うわー、やばい、やばいよ。リオ君、はい、はい、頼む、ドロー。で、トシミツのターンです。お、強っ、強い、ね、なるほどね。ドロー、ウイルスカード。おー、ナイス。何？よくやった。お前の今犯された。私のターンじゃない、私のターン。なんで私のターン。1兆円でやんすね。絆創膏発動。おお、何？ターンエンドでございます。絆創膏で下がれる。パキーン。あ、リョウ君これで強い強い強い。ドロー、ノーウイルス発動。おお、シャックシャック、なかなか上がらせてもらえない。でも夢まで攻めてばっかり自分が上がれないから。そうなんだよ。ドロー、ワクチンをつけるぜ。はい、ターンエンド。まだ持ってないな。ドロー。お薬。カメちゃん逆転下がりますね。はい、レインボーでくしゃみを果たします。なるほどな。私のターン。ドロー。無敵にしておこう。はい、何？もう私、もうリョウ君の岩を犯されなかったね。はい、それ強いな。無敵にしておくの強いか。カード横にしてらしい。はい、ありがとうございます。ドロー。骨を発動。うん、ターンエンド。なるほどな。俺のターン、ドロー。いやでもすスーパーウイルスを、じゃあ、量だな、無敵を持ってるし、やってくれるじゃないか。絆創膏はさっき使ったやつ。うわぁ、うざいな、そこに。死なないのか、別に。死なない。なるほどな。あなたのターン。俺のターン。どうやって上がるんだろうね。このむずいね、意外と。どういう時にもう上がっちゃうなんだろうね。だから、本当サクサク回したいね。その医療カードを使って逆転するしかないね。そういうことだね。医療カードをビータ手札にダブつかせてんじゃないのかな。脳みそ。うわぁ、お、揃えやがった。ピンチだ。ターンエンド。私のターン、ウイルスを貼っておく。どうし。ターンエンド。私のターン、ドロー、ワクチン、心臓、ドロー、シレット、無敵。うわ、ターンエンド。いや強い。いやお前引きよ、強っ。ドロー、心臓上がりますよ、赤が出たら。あ、違うか、まだ上がんないか、うん。これ赤持ってたら重ねて上に置いていくよ。うん、うん、ウイルスは2枚で心臓破壊する。あ、そうか、破壊って言ってあったのか。なるほど、ウイルスも破壊できるの。心臓は破壊たら、あ、ウイルスはね、ウイルスはね、そう、ウイルスは2枚目が重なっちゃったらこの3枚がガーンっていっちゃう。心臓を重ねたら、うん、心臓はもう一枚引いてもいいみたいな。置けないでしょ。あ、そうそうそう、うん、そうそう、置けない、置けないね、うん。ブルーにワクチンを1本打ちます。うわー、ターン一番今強い。私のターン、縛り、この系を呼び合いあるよね、うん、結構手直す薬があるのにあえて余計なことしてるのか、うん、それとも持ってないのか。これで直そう。何？あ、それはですね、リョウさん出たらね、説明しておったんですけど、これはなんと5つ目の体でございます。これはですね、心臓になったのか。いや違います、うん、何でもないです。それは新しい体の部位です。ジョーカーでもない。ジョーカーじゃないんですよ。何？4つ揃えばいいんですよ。りょうくんだけ選択肢が5個あることです。あ、え、あ、え、じゃあそういうことは、あ、じゃあもうこれ今はこの場合だと俺の場合は心臓の代わりになってくれる。そうだ、4つ、そう、4つ揃えればいいから。素晴らしい。これでこれ来たら勝ちなんだ。じゃあ、うん、そう、え、こいつが生きてたとして、でもこいつにはどんなウイルスもつけれる、うん、そう、これはウイルスクソかかりやすいです。あ、強い。なるほどな。あらたまたドロー、イノウイルス発動。シャクシャクシャク。うわあ！ああ、殺しちゃったら殺しちゃったで貼られるんだよね。ドロン。悔しい。悔しい。だがありがとう。はっ。そうなんだよね。そう、なるほどな。そうなんだよ。ダーエンド。なんかウイルスを貼られっぱなしになってるやつはあんまり殺さない方がいいか。薬がないってことなのかもしれない。ドロー山。ババン。何？え？なんだっけ？入れ替え。これは移植、臓器移植ですね。何かと何かの臓器をこれ、こいつもできるっていうの？そいつは、え、これどうなの？多分同じ臓器だと思う。違うのかな？あ、違うわ。あのね、何でもいいんですよ。免疫以外は対象にできるけど。何でもいいけど、そいつに心臓が2個いっちゃうとかできない。あ、そうか。別にだ、なんていうの、奇形が生まれなければどういう交換でもいいです。それは2枚重なっても関係ない。2枚重なってるやつはバリアされてます。こっち側？ん？関係ないじゃん。1枚しかない。あ、何が2枚重なってるの？これとこれを交換できるのかと。できる。じゃあ交換するよね、エヴァル君。君からもらうんだよ、たくさん。確かに、エヴァルめっちゃ狙われてるんだよ。たまたま持ってんだよね。私のターン。自分が勝つとだけ考え、誰かアクセスになってんじゃないの、これ。おお。
アクシデント起こせよ。おお。パンデミックとか。白い犬の体にも強そうですかね。エクスチェンジ。あー、腹立ったね。やばい、りょうくん上がっちまう。ウィルスも下がっちまう。りょうくん赤出たら勝ち。赤、ね、いや、こいつを飛ばすか赤を引けばいい。やばい、2択、2倍。あー、どうなりますんでね。何枚ずつ入ってんだこれ。やばい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 ぞ。3人のうちに2人で量を妨害しないと怖い。アクシデントカード。ああ、え、人を変えるぜ、りょうくん。わあ、最強カードじゃん、そんなの。これやばいよ、このカード。マジで。おかしいって。やばすぎる。今俺は今一番最強。最強。最強の状態。終わったわ。ザ、そのあと1個造形あるんか。あとね。でもこれなんかどうやら1枚しかなさそうな予感しない？ああ、スーパーレアね。うわー、持ってたか。はいはいはい。一旦あると芝湯も超有利。じゃあ最後。そう、芝湯もこれで、骨が出たら勝ちですね。じゃあ俺発動するしかない。移植緑を年光の骨。え、あ、無理か。ん？無理なのか。無理でしょ。じゃあこれを。これが2枚になっちゃうからでしょ。うん、そう、それができない。で緑とこれは別に交換できますね。じゃあ、よりいい骨。ちょっといいワクチン。無敵も。これなら持っていけるぜ。ちなみにな、そうだな、お前が骨が欲しいんじゃない？そうするぜ。おってことは、あいつは胃は持ってるわけだ。絆創膏があるんでしょうね、2人に。私ですね。ってるかな、これ。トロー、あなたのターン。ワクチン。おい、そんなこと知る場合じゃないんだ。攻めろ。私のターン。やばい、赤ワクチンが取れたら赤ワクチン勝ちですね。こっち。いや、ちょっとやばいな。骨。おーっと、いや、といい、あ、いえ、回ってこない。ここ2人がどっちかには最近上がるチャンスが、これは目丸も上がるチャンスがありますね。心臓を引くな、ドロー。せめて白湯絆創膏発動。終わった。うわー、グイ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 、健康体。うわ、やりやがった。健康体です。健康体でした。ちなみに千葉の次の手はお前が健康体だ。いや、でも続きじゃないぜ。ますよ、まだまだ続くんだぜ。決めまるは勝ちということは。いや、俺の作ったやつで勝ちやがった。神カードを引いたぜ。次の、じゃあ俺のターン、ドロー。絆創膏発動。うわ、さあ千葉さんもリーチだ。リーチドロー。さあ、そしてとしみさんも赤の注射器があれば勝ち。注射器か万能ウイルスがあれば勝ち。ハートはダメなんだっけ。ハートはダメです。だったらワクチンを自分につけて一回これを壊した方がいいまである、ね、そうなんだね、なんだね。骨を壊せ。やばい、追い詰められてるぜ俺は。いや、追い詰められてるな普通に。いや、もうそれは分かってるじゃん。いや、何か選択肢があるのか。夢丸 VS ウイルス強。いやお前結構大だな。強いわマジで。こうするしかないな。おう、うん、もうそれでも十分。脳を引きます。ドロー。よっしゃー。なるほど、一旦しのいだぜ。 OK だぜ。ドロー。ワクチン引いたら俺は上がるぞ。速攻魔法アクシデント、トシミツ交換だ。なに、俺は賭けだ。まあまあ強い手がこっそりいきますね。うわ、お前持ってたのか。いや、引いたのか。あ、じゃあアクシデントは2枚あるわけですね。いや、でも戻して、ま、混ぜたから。あ、そうか、じゃあ、あ、それを早々に引いたのかな。すごっ。か、2枚あったのか。いや、なかったっす。1回目に見えないか。ほんと？さあ、いや待ってよ、強それ。これで、しばらくの電波です。ドロー。でも俺これを破壊するか、これをなんかやるしかないんだよな。それか、こうするかだよね。なんだと。怖いねよ、変えてもらおう。勝ったね。変えるじゃないです。え、盗めるだけ。あ、盗めるのか。はい、じゃあこれか。それをじゃあもらいましょうか。やばい、天敗。これでとしみさんも天敗。私のターン、ドロー。危なかったね。上がれたかもしれない。りょうさんはもういつ上がってもおかしくない。そうだね、マジでフィニーでもあるかもしれない。りょうはこの攻撃しとかないと危ないですよ。いや、俺はだって上がれてないんだよ。よっしゃ、来ましたからね。やばい、そうですか。ドロー。病気になってきた。いや、としみつを潰さないと。2個は無敵な、でも取られたら意味ないな。そこも方向だったな。え、何？緑？緑だ。いい、そこも方向いいんだ、量じゃないんだね、これを。量っぽいよね。まあいや、絶対こっちでしょ。
これがまず実はリャンジャン点なんで俺は引けるかどうかだ。リシャン点なんでドロー。いやーできない。おとなしくこれにターンを回す。縛りはくしゃみを引けば勝ちです。お確かに確かに確かに。あ、でも飛ばすと相手がないか。もう今のとこ2枚飛ばせるの。うん、全部飛ばせるけど飛ばすとこがなきゃダメ。くしゃみって全部飛ぶんだ。そう。へぇ、だからくしゃみした方がいいよみんな。確かに。どうしよう。ブレスユー。ブレスユー。あ、全部なんだね。最強カードじゃん。ただこの場合これは飛ばん。どこにも飛び場所がないから。なるほど。考えることないんだぜ、このゲーム。ないっつは。ないね。うん。脳死！あー！したらそれはそれで。確かに。これはなるほどな。脳2回死んだ。私のターン。積もるか。ドロー！ターン、ターン、えやることな。待って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 。いや、やることないんだよね。本当に何もできない場合にのみ捨てるということができることにしましょう。本来のルールは何なのかね。知らない。そんな捨てるという、うん、それの説明がなかった。あ、ないマジでこれね、説明書は入ってなかったのか、そもそもないのか分かんないけど、めっちゃ、なんていうの、陽気な外人が一人三役やってる解説動画を見ただけなの。使っても意味ないって意味だよね。出して、効果なしで墓地に行くってことじゃない。じゃあ、骨を捨てるしかないな。ああ、まあまあ、そう。贅沢な、贅沢な男だよ。ドロー！ウイルスだ。お前じゃないんだよ。ターンエンド決めるぜ。ドロー。決まらないだろ、まだ決まらない。はい、待てよ。なんだよ、ハイトチューすんなよ。お前危ねえな。このゲームテンポよくできるんだってば。お前たちは上がることができないね、次でもね。あー、そうだが。うわー、おー、さあ、私に2テンパイです。テンパイ、私のターン。よう引けば無敵杖やの。くそ、ドロー。おお、ここで引いた。おー、危ねえ。危ねえよ。うわ、くそ。でも次はちょっと終わりだよ。引かれたっていうか持ってるかもしれない。持ってる可能性高い。次直さんかっただけで言う可能性もある。考えるんだ。ドロー。頼む。この骨をどうにかするしかない。息子の写真を入れ替えないか。クソくらいだ。りょうさんもでも緑のワクチンがあるかって、芝居さんだけ見て言えますんでね。芝居さんはもう、いや、ここは直す。さあ、お前勝利出たな。頼むのしみつ。うんだ、誰かわがいそう。この一枚にかけるぜ。だろう。俺にできることはこれだけだ。さあ、芝居上がれなくなりました。私のターン、ドロー。あー、似合いついてるぞ。似合いついてる。危ない。くしゃみ。はぁー、てねー、あー、勝ちました。健康体、イエーイ。さあさあ、タイマンです。誰が死ぬんだ。じゃあ私のターン、ドロー。これ健康になれなかった一番体が弱いやつは、外出するときにしっかりマスクをしてもらうからな。罰ゲームだな。確かにな。それは罰、間違いないぜ。発動！ほう、これで再び転敗。さあ、藤光さんは引け。ノーを引けば勝ち。ドロー。いや、でもこれは柴井さんがノーを引く、もしくはノーを持ってたら柴井さん上がっちゃいますね。うん、言いは引けなかったか。おお、いいです。いいです。柴井さん、繰り返される攻防。ドロー。はあ、危なかったよ。危なかった。ノーを引いたな。ノーを引いたな、お前さとは。いいよ、引いたよ、今。うわあ。出なさそう。ノーを設置った。なんていうプレッシャーだ。引けた、引けた、清水行くんだ。ドロー。まずい状況になった。いいだよ。いいだよ。俺が引いたのだ。ええだよ。いいだよ。俺が不健康だと。さあ、コロナ禍で最も不健康なの、シーバユー。ちなみに次はワクチンは持ってた。ワクチン持ってないさ、これだ。うわ、
俺ずっと手札真っ赤なんだよね。ああ今くしゃみにってさ、健康なところのやつ持ってもしょうがないですよ。もう心臓ずっと2個ストックしてたんだよね、隠すんだよ。うわー弱ー、うん、ダメだね。いやダメだね、ダメだね。なんか一回としみつの芝居自分芝居のカードで交換してるよね。してるあれはもったいない。違うのかな、おもろかった。いやー結構盛り上がるね。これは盛り上がるよ、最後の方は。楽しいね。次不健康の満腹絵をかけてバトルする話。怖い。え？どこ？今？今やだよ。やばいって。ちょっと次はね、一番不健康だった人は不健康になるために満腹絵に行く。そうだね。かけてやりたいし。いやー意外とこれもデッドイート。単純でいいね。いやーやっぱね、いいゲームってのは単純ですね。こういうゲームが今なんか。なんかシンプルなのによくね、こんな面白くなる。絶妙だよね。いや意外と上がれるもんやな、うん、上がるわこれ。上がった。どうした？どうした？というわけでそういうゲームでした。皆さんも、しっかり外出して、するときはマスクして、はい、手洗いをしてください。はい。さよなら。はい。